あなたも来たんだね。うん、私もちょっと会いたくて。でもちょっとシオンさんの様子が変なの。辛そうというか苦しそう。私は時に思うことがある。何もせずに流れのままに任せた方が、あるいは良かったのではないかと。あなたや彼女に対し真紅をかけ続けるこの行為の意味は何なのか。原初の開口まで遡り、それ自体をなかったことにするのが最良の解決なのではないか。私たちは見ている。その解決は間違いであることを。しかしそれでも思わずにはいられない。もし全てをなかったことにしていれば、あるいは皆何事に怯えることもなく自然のままに生きられたのではと。それは違うよ。だってあなたが導いてくれなければ私は助からなかったんでしょ。この人と出会うことができなかったんでしょ。私は感謝しているよ。私とこの人を巡り合わせてくれたのはあなたなんだから。そこまでに辛いことや苦しいことがいっぱいあったのかもしれないけど、それでも感謝してる。だから苦しまないで。あなたの選んだ道はきっとみんなの幸せにつながってるから。ありがとう。あなたもここに来てみたんですね。私ですか？この子たちにここを案内してもらっているところなんですよ。すっかりあなたに慣れてくれたようですね。この子たちの住処なんですが、あなたが近づいても全然警戒してませんし。それにしても水があると雰囲気が違いますよね。なんだか活気を感じます。砂漠の中のオアシスといいますか、貴重な水資源のある場所ですし、住処にする理由もわかりますね。あ、そうだ、ロジオさんから調査をお願いされていたんでした。この辺りのパラメータに怪しいものがあるとかなんとか。それではまた。ん？ああ、あんたか。しばらくぶりだね。元気そうで何より。あんたの実力は知ってるけど、無理はするんじゃないよ。あんたがいなくなっちまうといろいろと面倒なんだ。あたし？ゼノボをいじめるのも飽きてきたから、ここのケイラーをしてるだけさ。なんでも最近この辺りダーカーが活発らしいじゃないか。それに応じて気候士も張り切ってくれちゃうからね。警戒度を引き上げてるわけ。噂じゃ新しいダーカーも出てきてるって話だ。生半可なアークスじゃ危ないかもね。
貴様、貴様、なぜここにいる。いや、それより私の姿を見たな、貴様。まずい、まずいぞ。こっそり出てきたのにこんなすぐにバレちゃうなんて。かくなる上は貴様を爆破して全てを忘れさせて。何？誰にも言わない。あと、本当だろうな、貴様。嘘ついたら針千本飲ませるぞ。私が何をしているのか絶対に内緒だぞ。私は自主的にケーラに来たのだ。みんなと同じことをやりに来た。私たちには待機勧告が出ている。本来は出撃すべきではないのだが、私がそうしたいと思った。だって私たちだけおかしいだろ。私たちは三英雄なのに、偉いのに、そんな私たちが動かないなんておかしいと思う。って何を話してるんだ私は。あ、今のなし。今のも忘れろ。いいな、貴様。絶対に他の誰にも言うんじゃないぞ。いやあ、君か。君もこの近辺を警ら中か。関心なことだ。そんな君に俺から質問だ。この辺りでクラリス・クレイスを見てないか。そうか、待機命令を受け入れているんだな。今三英雄の連中には待機勧告が出ているんだ。あくまで推奨レベルだけどな。そういう勧告があっても、あいつには自主的に出てきてほしいと思っていただけだ。上からの命令に従うだけじゃなく、自分の意思でやりたいこと。あいつは確かに強い。尋常じゃない能力を持っている。そういう存在だからな。他のみんなが怖がるのも無理はないさ。正面切って戦うとなったら、俺だって負けるかもしれない。だけど、そんなに強くても、あいつは六房金庫である前に、まだ幼い、無知で無垢な子供なんだよ。何が正しくて、何が間違っているか、その判断すら危うく、振り回されてしまうほどにな。だからこそレギアスは生き方の見本にと俺に預けたんだろうが、果たしてその期待に応えられていたのかどうか、さすがの俺も自信はないな。おお、いかんいかん。しんみりしても仕方がない。まあ世の中なるようになるものだ。間違ったら正せばいいだけだしな。では俺は行く。くれぐれも今の話は内密に頼むぞ。ではな。
やあ、君か。君もこの近辺を警ら中か。関心なことだ。そんな君に俺から質問だ。この辺りでクラリス・クレイスを見てないか。そうか、その表情で分かった。皆まで言わなくていいぞ。今三英雄の連中には待機勧告が出ているんだ。あくまで推奨レベルだけどな。だがその勧告があってなお、あいつが自分の意思で動いているなら、それは喜ばしいことなんだ。上からの命令に従うだけじゃなく、自分の意思で考えるようになってきたということだからな。あいつは確かに強い。尋常じゃない能力を持っている。そういう存在だからな。他のみんなが怖がるのも無理はないさ。正面切って戦うとなったら、俺だって負けるかもしれない。だけどそんなに強くても、あいつは六房金庫である前にまだ幼い無知で無垢な子供なんだよ。何が正しくて何が間違っているか、その判断すら危うく振り回されてしまうほどにな。だからこそレギアスは生き方の見本にと俺に預けたんだろうが、果たしてその期待に応えられていたのかどうか、さすがの俺も自信はないな。おお、いかんいかん、しんみりしても仕方がない。まあ世の中なるようになるものだ。間違ったら正せばいいだけだしな。では俺は行く。くれぐれも今の話は内密に頼むぞ。ではな。この子たちがこの辺りで何かを警戒しているようでして、それが何かというのはちょっとわからないみたいなんですが、放っておくわけにもいきません。私も定期的に警らしているんですけど、特に怪しい痕跡は見つからずじまい。それで今度は思い切って一番奥にある施設まで一気に調査の足を伸ばしてみようかなって。で、よければお付き合い願えませんか。私一人だとやはりまだまだ不安で。よろしくお願いします。お待ちしていました。今日はよろしくお願いします。目標としている施設はこの奥です。周辺の警戒度も上がっていると連絡が来ていますし、気をつけて進みましょう。それにしてもアークス全体に警戒が伝えられるというのも珍しいですよね。使
少しだけこの前のナベリウスの時を思い出します。まさかまさかダークファルスがまた現れたり復活しちゃったりなんてことないですよね。あなたはともかく、私なんかがうろちょろしていて大丈夫なんでしょうか。六郎金庫の皆さんも動いていると聞きますし。その情報は間違い。動いているのはみんなじゃないよ。私と六のヒューイだけさ。逆に言えば、三英雄が動かないからこそアークス全員に協力を求めてるんだ。え？あ、六坊の兄、マリアさん？どうしてこんなところに？あんた六坊金庫も動いてるって自分で言ってたじゃないか。だったら私がいても不思議じゃないだろ？あ、え？はい、そうですね。すみません、憧れの人に会えて興奮してしまって。意外な反応に見えます？とんでもないとんでもないです。キャストで女性で六坊金庫、そんなマリアさんに憧れない理由はないですよ。憧れるようなもんじゃないよ、六坊金庫も三英雄もね。え？英雄っていうのはただの犠牲者をかっこよく言ったに過ぎないんだからね。さあ、旅は道連れってやつだ。一緒に行こうじゃないか。9位のやつどこをほっつき歩いてるんだ。あいつも出撃してきてるはずだからどこかで合流したいんだが。私がいれば大丈夫？こんな年寄りの力を当てにするんじゃないよ。ラビリスは修理中だし、私も当然本調子には戻ってないからね。この中で一番当てになるのは正直あんたの力だよ。もっと胸張って前に出な。しかし、なんて言えばいいんだろうね。少し嫌な予感がする。そういう脅しはやめてくださいよ。脅しなもんか。最近のダーカーの襲撃、あれは明らかに目標ありきの行動だよ。そしてその目標地点というのがおそらく。この先なんですね。近いのにあの子たちの気配があんまり。ここにもないか。間に合わせの入れ物と諦めてたけど、この感知能力の低さは致命的ね。自分の体も力も何もかもどこにあるのかわからないとか、
冗談にしか聞こえないわ。あら、あなたはこの前エルダを撃退したアークスじゃない。へえ、まだ死んでなかったんだ。あなた何をしているんですか。リリーパ族の住居なんですよ、ここ。あの子たちに被害が及んだらどうするんですか。リリーパ族。ああ、あのちっこいのか。そんなの私の知ったことじゃない。見た目に騙されるな。あいつはアークスじゃない。エルダーに続いて今度はあんたか。つくづく私は運がないな。あんたとは10年ぶりか。随分と可愛らしくなったじゃないか。あ？アプレンティス。そんな敵外心をあらわにされてもね。私まだあなたたちには何もしてないと思うんだけど。ああ、そうか、そうだった。アークスには理由なんて必要ないんだっけ。アークスの行動原理って。ダーカーだから殺すだもんね。私は気に入らないから殺す。あなたたちはダーカーだったら殺す。自分を正当化する気なんてないけど、なんだか似てるって思わない。そんなことありません。私たちはダーカーの脅威からこの宇宙を守るために。いいんだよ、反論しなくて。分かり合えるはずがない。私たちはアークスで、あっちはダークファルスなんだからね。おっしゃる通り。それに私はそんなに暇じゃないの。あら、飛行士のお出ましね。ちょっと暴れすぎたかしら。でも面白いと思わない？そいつらから見たらダーカーもアークスも変わらない敵みたいよ。戦闘狂のアークスさんたちはその子の相手でもしてあげれば。それじゃあね。私たちはアークスですよね。似てませんよね。あんたたちは優しいね。相手の都合や事情も考えられる。いい人、いいアークスだ。マリアさんはどうなんですか？どう思っているんですか？どうとも思ってないかな。私のポリシーはただ一つだよ。気に入らないものをぶっ飛ばす。他人がどう動こうが、どう考えようが、私は私のやり方を貫くだけ。まあ今は悩むといい、若きアークス諸君。悩めるのは若いうちの特権だ。ただ一つ助言するとしたら、他人の意見で自分を決めないことだ。自分のことを決めるのはいつだって自分自身なんだからね。はい。
うん、喋りすぎた喋りすぎた。さあここでたむろしてても仕方がない。帰還しようじゃないか。